対的金運ブレス。エンジョイパチンコライフ。ピモ TV、 YouTube、 そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは。平天くんです。本日は福島県郡山市にございます大英朝霞店さんに来てます。はい、ということで、ね、今回で2回目の来店となります。相性いいんでね1回しか来てないけどね、もう大体わかります。相性いいんで大丈夫です。はい、今日もじゃあ早速ね、かっちゃいに行ってみたいと思います。入店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 、やってきました、大英朝霞店さん。それでは早速店内のデータを見に行きましょう。じゃあ早速ね、行きましょう。はい、こちらですね、地域最多のね6レートということで、パチンコが4レート、スロットが2レートね。じゃあ早速スロットコーナーね、見ていこう。久しぶりにやってまいりました郡山市でございます。じゃあ早速ね、 ATART 機から、データの方を見ていきたいと思います。あ、どうもです、えいえい、どうもです、えいえい、どうもです、えいえい、どうもです。あれ、ここ20スローだな。あ、すいません、どうもです、えいえい、どうもです。あ、 BMAX 打ってますね。昨日、本当に昨日です、遅いんですけど、BMAX デビューをしましたね。まあ、平天君目押し下手なんですけど、面白い、あれ面白いわ。なんでもっと早く打たなかったんだろうみたいなね。すごいね、58でグラフがほらもうなんか上の方ズバーンといっておりますよ。すごいね。あ、どうもです、えいえい、ありがとうございます、えいえい。福島の方はね、いつ来てもあったかいですね。じゃあ5円スロットじゃなくてね、せっかくなんで、アドバス、えいえい、20スローのね、データを見に行きましょう。ジャグラーコーナー、すごい可能だ。さあ、みんなのジャグラーがありますよ。21の14、数字的にはいいんじゃないでしょうか。5700回転、35なんで、ちょっと弱いか。さあどうしよう。え、もしかしてあれしか開いてないの？いやいやいや、マジですか。いや、強い台はお客さん座ってるっていうかね。あ、どうもです、えいえい。なんと空き台が1台、あのみんなのジャグラーだけ、こちらね押さえてるんで、あら、まあ困ったわ。あ、どうもです、えいえい。もう一回ちょっとね、ゆっくり打てる台があるんじゃないか、探していこう。うわ、どうしよう、ケロット3か。あ、でもそんなにいいほどね。42 19 140分の1ぐらいか。みんなのジャグラーを打つんだったら、こっちのケロット3を打った方がいいかな。まだね、あと17分あるんで、ここで焦る必要はない。ちょっとゴスロでも見ていこうかね、せっかくなんで。あ、すみません、どうもです、えいえい、どうもです、えいえい、えいえい、あーす、えいえい、えいえい、あーす、えいえい、頑張ります。あ、すみません、あーす、えいえい、どうもです、あーす、えいえい、えいえい、どうです。なんかすごい台ありますか。おー、夜モンキーターン2、940枚オーバー、素晴らしい。さあ、ドライバー打ってるお客さんもいますね。さあ、そろそろ決めないとまずいな。どうかな、開いたかな。あ、ちょっと開いたかな。もう一個か。
163、149っていうのが一番軽いね。もう一回じゃあ、ケロット3見て、ケロット3が一番軽かったらケロット3。もう計算も、あ、どうもありがとうございます。えいえい、えいえい、どうもありがとうございます。140、ケロットが一番軽いんだ。じゃあケロットどうか。じゃあ今回は山瀬さんのケロット3で行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで今回平天くんが選んだ台は、山瀬さんの、ケロット3でございます。おそりパッチャス。平天くん向き、ついついポンポーンって押しちゃうからね。左リールにチェリーを狙ってれば、あとはもう中左は適当で OK。 おっ、オレンジ来たよ。うい、斜めでお願いします。はい横だったまあまあまあ、でもオレンジ引けた。あー弱いね、弱いね。この辺まで来てほしかったあらら、3つ。あ、まだまだまだ大丈夫。あー外れた。おお、見ていこう。外れちゃったけど、ははは、残念残念。復活も一応ある、残念。追加どうし、こちらのお店は50枚ずつなんで100枚目ですね。ですね。お、え、これって、よっしゃー、よし、ありがとうございます。まないね。え、何で入ったの。一応リプレイベルでも当選してるんだよね。マジで。ビッグで来い。あ、まあベルベルベル、大丈夫。あ、ビッグだ、やった、やったやった。やったあれ、ここどこだったっけ。ダイエー、あそこで、いい店だね、いい店だね、言ったでしょ、相性いいって。間違いない。よっしゃ、すごい綺麗だよね。メルヘン、メルヘンまあいいや。はい、やりました。お時間あとね6分あるんで頑張っていきたいと思います。エイジゲームレンジャーチャンス。この画面で一回当てたいな。ケロレン、ケロレンケロレンで合ってんのか知らねえけど。おお、あ、ジャックですね。29、30、終わりましたまあ演出がねあった方がいいから。まあないわけじゃないんだけど、まあ強い役引いてないんで。お、レア役だね、チェリーか。今日、お、今日チェリーだよ。お、あ、ジャッカー、よし来い、よし、リプレイ来い。ダメだったダメだったマジか、今日チェリーなのに。お、
斜めでお願いします。はい、おお、いいダス。その視界がないの。ふい、3つよし、星が増えないね。ふい、岩だぞ。え、マジで。カラノダメだった。オレンジだぞ斜め。当たるよ斜めは。やっぱね、ビッグを早く引けた時はやっぱビッグを2回3回引きたいわけですよ。今のもう大チャンスだったのにな。終わり、終わり。うわ、胸胸残念。ありがとうございました。じゃあテンポはなんないんだね。残念。まああれね、ちょっとね、もう一回当てたかったな。チャンスあったのに。じゃあ早速コインの方を流してみたいと思います。えいえい、じゃじゃら、200いけ、いった、202枚。はい、今回の結果202枚、やったぜ。はい、実践終了、実践終了、やったー。ということで、今回こちら大英朝霞店さんで実践した騎士は、山下さんのケロッと3を打ちまして、投資枚数が100枚の、獲得枚数が202枚ということです。プラス102枚です。やりました。本当はね、もう1回、しかもね、結構熱い役を引いてたんでね、もう一回弾けるかなと思ったんですけどね、当選しなかった、残念。ほんとね、ここ最近本気で今のね、マイナス収支をゼロに変えてね、プラスに変えようと本気で頑張ってるんでね、引き続きね、応援の方よろしくお願いいたします。ということでね、閉店くんも閉店前にビッグ弾けちゃう。こちら大英朝霞店さんの宣伝をちょっとだけ、大選びの時にも言ったんですけど、6レートね、パチンコが4レートのスロットが2レートね、4パチ、2パチ、1パチ、ミニパチ、そして20スロ、5スロね、6レートで遊ぶなら大英朝霞店ということで、ね、ぜひね、こちらの6レートでね、楽しんでいただきたいと思います。そして4パチコーナーにはなんと13台の羽物コーナーがあるということでね、結構羽物に力入れてんじゃないのみたいな感じなんでね、ぜひね、羽物大好きな方ね、こちらの大英朝霞店でね、羽物楽しんじゃってください。今回僕は勝ちました。次回も頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回も、次回も勝つよ。えいえい。